皆さん、こんにちは。エンゼルス時代から専属通訳として、大谷翔平投手を講師でサポートしてきた、水原一平通訳がドジャースを解雇されたと20日、ラ・タイムズなど複数の米メディアが報じた。同紙によると、大谷の資金を違法な、ブックメーカーでかけるため、大規模な窃盗に手を染めたと、大谷の代理人弁護士から告発された。関与した金は数百万ドルに上るという。まだ球団ホームページに水原通訳の名前はあるが、球団広報が解雇を認めたとされている。大谷所属の法律事務所、バーク・ブレトラーも、最近のメディアからの問い合わせに対応する過程で、翔平が大規模な窃盗の被害に遭っていることが判明しましたと、声明を発表した。また、水原通訳の吐く相手とされる、マシュー・ボーイー氏については、大谷翔平とは会ったことも、話したことも、メールをしたことも、接触したこともないと伝えられた。 MLB の白ポリシーでは選手、審判、球団、リーグの役員、従業員が賭けを行うことや他のスポーツで違法な賭けをすることを禁止している。違法なブックメーカーやその代理人と白を行った場合の罰則は MLB の規則には明記されておらず、コミッショナーが行為の事実と状況に照らして適切と考える罰則に委ねるとされるが、現時点で MLB は検察からの連絡を受けていない模様だ。水原通訳は大谷といつも一緒だった。グラウンド内だけでなく、球場への送り迎えを車で行うなど移動も共にしており、日米の野球ファンからの人気も非常高かった。最近では大谷の妻、まみこさんと試合を観戦する水原通訳の夫人にも注目が集まっていた。20日に韓国ソウルで行われたパドレスとの開幕戦でも水原通訳は当然ベンチ入り。試合後はいつも通り大谷の囲み取材で通訳を行い、二人で帰りのバスに向かっていた。21日の第2戦ではメジャーデビュー戦となる山本由伸投手のサポートもする予定だっただけに、大谷、山本らの精神的ダメージも心配されるが、開幕戦翌日から世界中に大きな衝撃が走った。ラ・タイムズによると、水原通訳は大谷の代理人弁護士から、大谷の資金を違法なブックメーカーでかけるため、大規模な窃盗に手を染めたと告発された。二人の情報筋が同紙に語ったところによると、関与した金は数百万ドルに上るという。番組ではドジャース広報担当者が水原氏を解雇したと話していることを伝えた。MC で俳優の谷原章介は、今回の違法な吐く疑惑に、大谷さんの資金を横領しただけであれば、民事じゃないですか?とし、吐くした先が違法な吐くであった場合は、刑事で訴追されると思うんですが、それによって今後、水原さん逮捕される、可能性は出てくるんですかね?と、コメンテーターで同局解説委員の風間慎氏に尋ねた。これに風間氏は、今のところ報道では、違法な吐くということで報じられていますので、そこを最終的に確認しなければいけないですが、とし、そういうことになれば刑事の訴追を受ける可能性は当然あります、と解説していた。テレビ朝日系、羽鳥慎一モーニングショーは21日、エンゼルス時代から専属通訳として、大谷翔平投手を講師でサポートしてきた、水原一平通訳が違法なスポーツ博に、関与しドジャースを解雇されたと20日に、複数の米メディアが報じたことを伝えた。ラ・タイムズによると、水原通訳は大谷の代理人弁護士から、大谷の資金を違法なブックメーカーでかけるため、大規模な窃盗に手を染めたと告発された。二人の情報筋が同紙に語ったところによると、関与した金は数百万ドルに上るという。番組では、ドジャースが20日に水原氏を解雇したと発表したことを伝えた。コメンテーターでタレントの長嶋一茂は、解雇報道を僕もたった今、聞いて。と明かし、20日に開幕を迎えた大谷の活躍したニュースに水を差したっていうレベルではないし、事実だとしたら憤りしかない。と憤慨した。さらに、僕らがショックを受ける以上に大谷選手本人がね、家族ぐるみで水原一平君とはお付き合いあったと思うし、長年の信頼感があったと思うし、その信頼感も含めて本当に大谷選手に今後のパフォーマンスに影響が出ないかって、心配でしょうがないとコメントしていた。水原一平さんの家族構成は、自身と妻の二人家族である可能性が高いと推測しました。
水原一平さんは2018年に一般人女性と結婚したことを公表。仕事の関係で結婚式は1年後になってしまったそうですが、お祝いとして大谷翔平さんから新婚旅行もプレゼントしてもらったことを明かされています。また、水原一平さんは自分の家族に関する情報はほぼ語っていないことから、結婚した奥さん以外に家族がいるのかということについては明らかになっていません。そのため水原一平さんの家族構成は2人家族以上である可能性も考えられます。ちなみに2人の間に子供がいるかは不明ですが、自宅では3匹の愛犬と共に過ごしているとのこと。そのため愛犬たちを含めると2人プラス3匹家族ということになりますね。水原一平さんは2018年に一般人女性と結婚しましたが、一部ではお相手女性が元ファイターズガールとして活躍した野間エリカさんではないかと囁かれています。そこで詳しく調査した結果、結婚した奥さんが野間エリカさんという噂はデマであることが分かりました。というのも、実は過去にとある週刊誌で、水原一平さんの妻は野間エリカさんであると誤報があったそうです。昨年末、週刊新潮で通訳の水原一平さんの奥さんが元ファイターズガールだったと報じられました。しかし、この件については、水原一平さん本人が SNS で否定しているため、完全に噂はデマだったことが判明しました。奥さんがかなり美人だったこと、そして水原一平さんが過去に日本ハムファイターズに所属していたことで勘違いされ、誤報によって間違った噂が多くの人に認識されてしまったのかもしれませんね。水原一平さんの奥さんはかなり美人であると噂されているため、気になる顔画像を調査してみました。一目見ただけでもとても整った顔立ちであることがうかがえますね。ハーフ系の整った顔立ちで、まるでモデルのような人だと、関係者の話によるとハーフ系の美女で、一度は会ってみたいと話題に上がるほどだったといいます。さらに2024年3月に大谷翔平さんが投稿したインスタグラムでは、水原一平さんと一緒に並んでいる奥さんと思われる人物も、写真を見る限りかなりの美人であることがわかりますが、確かに野間エリカさんと見比べて似ていると感じる人も多いのではないでしょうか。これだけの美人であれば、確かに関係者からモデルのようだと話題になるのもうなずけますね。美人妻と評判の奥さんと結婚した水原一平さんですが、そんな二人の慣れ始めについては明かされていませんでした。しかし水原一平さんが日本ハムファイターズに所属していた時期から付き合っていたという情報を発見。そのため時期を考慮すると、2017年より前には交際していたことが伺えます。奥さんも一般人であることから詳細なことは語られていないものの、仕事関係や知人の紹介などで出会っている可能性もあり得るのではないでしょうか。そのうち何らかのきっかけがあれば、本人の口から詳しい馴れ初めが明かされるかもしれませんね。水原一平さんの奥さんについてご紹介しましたが、続いて子供がいるのか調査したところ、現時点で子供の存在については明かしていませんでした。水原一平さんが結婚したのは2018年ですから、結婚して数年経過している現在は、子供がいる可能性も否定できません。しかし前述したように水原一平さんが自身の家族に関する情報を明かしていないことから、子供がいるのかについては不明です。水原一平さんの職業柄、世界的に大活躍する大谷翔平さんについてサポートする必要があることから、もしかすると今子供を授かるのは難しいと思っているのではないでしょうか。また、すでに子供の代わりのような存在である愛犬を3匹飼っているということから、子供を授からないという選択をしていることも考えられます。今後お子さんに関する情報を明かすのかは不明ですが、もし子供が生まれたら父親エピソードが披露されることも期待したいですね。ESPN は水原氏がギャンブルで多額の借金を抱えていたとも伝えていて、取材に対して水原氏本人が去年、借金の返済を大谷選手に依頼したと明かしたとしています。その中で水原氏は、翔平はギャンブルに全く関与していなかったということを知ってほしい。このギャンブルが違法だとは知らなかった。などと話したということです。また、20日夜の試合後には、水原氏がドジャースのチームメイトに対して、自らがギャンブル依存症であるとした上で、すべて自分のせいだなどと説明したということです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。